旧東亜研究所ビル東亜研究所は、1938年9月、企画院の外閣団体として設立された、大日本帝国の国策調査、研究機関、第二次世界大戦を解散した。略称は、東県。企画院管轄の財団法人として、1938年9月1日に、設立され、総裁には、この F ミみまろ、副総裁には、大倉金持ち。 常務理事に、唐沢都志らが就任したが、事実上の所長として、運営を切り回していたのは大倉であった。人文、社会、自然科学の総合的視点に立ち、東アジア全般の地域研究に加え、ソ連、南方、中近東など、当時の日本の地域研究においてほとんど手つかずだった、諸地域の研究を進め、日中戦争の遂行及び、 これらの地域に対する国策の樹立に貢献することが期待された。1940年以降、満鉄調査部と共同で中国社会に対する最初の総合的現地調査である中国農村観光調査を行ったことで知られている。太平洋戦争期の南方占領地軍勢においては、第16軍の下で、杉秀臣を班長として 旧ラインのジャワ占領地における調査活動を担当した。書員としては、講座派経済学者の山田森太郎など、日本内知の言論弾圧により活動の場を失った、左派、リベラル派の知識人が多数採用されており、より若年の世代では、内田義彦、水田洋など、第二次世界大戦後の社会科学研究に学問貢献した巧妙な学者を多数輩出した。 1945年8月の敗戦にもかかわらず、東県はしばらく存続し、戦後も資料収集を継続し、敗戦時の混乱で政府から正式な解散認可も出ないまま1946年3月3日に解散、その所蔵資料と土地資産は財団法人政治経済研究所に継承された。所内の研究成果を一般に公表する機関紙として、 東亜研究所法が1939年5月に創刊され、1944年頃まで観光を継続した。1930年代以降、特に、東県発足前後をピークとして、日本国内で、東亜新秩序、大東亜共栄圏建設の機運が高まったことから、多くの研究所、機関がこの時局に便乗し類似した名称を冠して、発足した。 主要なものとして、次の期間がある。これらの研究所は、第二次世界大戦終結に伴い、GHQ の指令により大半は廃止され、一部は、東亜の文字を外して、経済研究所などと解消することで存続した。山口交渉の系譜を引き継ぐ山口大学の党は経済研究所のみが、例外的に戦前以来の名称を残しているが、 この研究所も戦後の一時期は断絶することを余儀なくされた。日本以外の国では、例えば、吉林市藩大学やシンガポール国立政治大学の東亜研究所、公衆大学の東亜経済研究所のように、中国を含む看護文化圏の大学で東アジア地域を主な対象とする研究機関に類似の名称がいくつか見受けられる。ありがとうございます。